今夜も毎日おしゃれ可愛い先週の時間です。今夜も見てくれた君、愛していますよ。そして最近では先週さんの中のですね、プロフィールの方でもなずかさんチャンネル見てますよみたいなね、ことを書いていただいている君、あざす、そう書いてもらってるの見てますよ。思わずあのフィールとハート送っちゃうんだ。誰だってそうする、俺だってそうするということでですね、嬉しくなるとつい送っちゃうんだ。さあ、というわけで今回もやっていきたいと思います。とりあえず左のメニューを見ていきますか。ガチャね、イルミネーションデートは今日までということでですね、らしいっす。このガチャに関しては何だろう、この白い吐息 SR が当たりましたね。息が当たるってどうよって感じなんだけども、あとはですね、タタゴコーデしようよ。ゆめちゃんスペシャルバースデーのなんだろうね、キャラクターショップ的な、なんか政治パイセンとかシオンパイセンとかのシリーズと同じなのかな。なんかゆめちゃん初めて見た気がするんですけど、今回これ一回引こうかなと思ってるんですよ。なけなしのこのダイヤ200を使ってね、やっとせ。アイメイクとか髪型が欲しいなって常に言ってるんですけども、なんだろうね、あの鼻とかあの口周りのメイクってのも全然持ってないね。そういえばね、意外とあるらしいんですけども。お、ミッションが終わった。やったぜ、ダイヤ10個戻ってきた。といった感じで、ガチャ引きましたけども、シャイニングタワー、そして集計中です。前回からね、今回、割といい線いけんじゃねと思ってね、やってたんですけども、30位ぐらいだったかな。で、終了しましたね。ちょっとね、1日出遅れたのが大きかったね。あとね、私より上のね、すごい点数出す人が、に当たると、一発で負けるっていうね。私前回ぐらいの動画の時に17万ポイントぐらいだったんですけど、それより上のね、21万ポイントとかね、マジでと思って、いやー本当にね、ゴージャス強い人は私より強い人ともっといっぱいいるんだね。って感じでね、ちょっと今回もイマイチでした。そして今7万まあ今でコインが戻りましたね。もう毎日のフィールの賜物といった感じですけども、フィール送る関係でですね、よくあのフレンドさんのね、これを見てる君のね、プロフィールとか見せていただいておりますけれども、なかなかいろんなねことを書いていらっしゃいまして、その辺のあのなんだろうね、書いてることにもね、勝手に反応していったりとかしたら面白いかもしれないんですけどもね。コインは15万枚ぐらいまで増やしたいですね。そうしないとあのシャイニングタワー勝てなくねみたいなね感じありますから。なのでね、ゴージャス系アイテム、ゴージャスとかフォーマルが強いのかなみたいなアイテムが来て、でなおかつコインが15万枚ぐらいあって、アイテムもね2,300あれば1位までいかなくても5位ぐらいには入れるんじゃねみたいなね感じでやっていきたいんですけども、まだまだコイン溜め中ですね。さあ、今回のコーデなんですけれども、後ろの背景がですね、お出かけ。どれだっけ、やることかな。これで出ました。これ素敵じゃない、なんかバレンタイン感出てきてない、なんで今ちょっとなまってる系、いいよね。あとはまた、先週クイズ。右側の、素敵なご婦人は、どなただったかな、これを見てる君は覚えてるかな。正解は動画の最後にお送りしたいと思います。なかなかですね、このシリーズでもインパクトのあった方なので、覚えていらっしゃる方は多いんじゃないでしょうか。さあ、今回ストーリー、ラストやっていきましょう。7章のなんだろう、エピローグ的なね。二人が仲直りできてよかった。金次さんも泣いてたな。アースはどうなったの？私は改めて原点に戻れた気がする。これからも自分の気持ちに正直でいられたらいいな。あれ、リコさん？なんだ、いたのか。シオンパイセンにセイジパイセン。なんだ、
俺たちに会えてそんなに嬉しいのか。はい、とっても嬉しいです。ねえ、これを見てる君と出会えたこともとても嬉しいですよ。ねえ、もっとイケボで言えばよかったな。今日やけに素直だな。何かあったのか。実は今回の旅でセイジパイセンとシオンパイセンに会ったんですけど、声をかけても二人とも私のことを知らなくて。そうだよ、その問題どうだってたの。どういうことだったのあれ。秘宝を集める旅ではたまにそういうことがあるね。そうなんですか。うん、世界線が違うというか、あ、やっぱり別の世界線のシオンパイセンなんだ。今回お前が会った俺たちはお前に出会う前の俺たちだったんだろう。え、同じ存在ってこと。別世界の政治パイセンじゃなくて、同じ世界線の政治パイセンで時間がの軸が違うだけ。私に出会う前に二人そんなことが、なんだか不思議な感じ。それで今回はどこに行っていたの。歌の国に行ってました。歌の国。あそこはあまりいい思い出ないね。夜にバカとはぐれて見つけるのに苦労した。僕は確かせがまれてアイドルの握手会に行ったら、その困らせた系の人ってな、何子くんっていうの。人が多くて大変だった。もしかして二人が話してるのってライムみたいな旅のパートナーのこと。なんだ、何か痛そうな顔だな。バトルに勝ったら聞いてやっても、やっぱりそうなるんだ。本当にもうね、遊戯王ばりにバトルで解決するね。ストールコーテで勝負だ。あー、それストールだったのか。なんかプロデューサー巻きかと思った。いやー、でもプロデューサー巻きっていうか、プロデューサーのね、あの、なんだろう、崖っていうか、ちょっと前に、何年か前に入りましたよね。ねえ、なんか今全然見なくなったけど。ねえ、そんなファッションもありましたね。あれ？やったぜ。これは、ストールっちゃストールなんだけどな。ねえ、ストールを使ったオシャレってのもね、いろいろありますよね。なんか、ね、巻き方によって、お花のように作ったりとか。ねえ、なんかおしゃれなね、巻き方いろいろあるらしいんですけども。ねえ、ストール一個取ってもおしゃれって奥が深いですね。さあ、今回もやっていきましょう。ボーイッシュちょっと低いな。ちょっと何か、もうちょっと足しますか。お、ちょっとなんか、ボーイッシュな女性になったんじゃない。イエーイ、ヘッドホンしてるのにイヤホンしちゃうぜ。イエーイイエーイ。もう虫かごも持ってボーイッシュ。虫取りに行く感じになっちゃったじゃん。UFO もつけよう。まだつけられるかな。でもこれ以上つけるとちょっとくどくなりそうだな。これで行ってみますか。いやー、私唯一政治パイセンに2回か3回負けてるんですよね。つか政治パイセン以外に負けたのってあれじゃない、女性騎士ぐらいじゃない。いやー、本当に、ね、勝てるんじゃねえとか思っていくと、政治焙煎あっさりね、倒してくるからね。つか、政治焙煎寒くねえのかな。あ、でも勝ったは勝ったんじゃない。お、やったぜ。いやー、でも点数低くない。いやー、ここも多分後だと SR 取ろうと、 SR じゃない SS 取ろうと思ったらだいぶ大変そうだな。いやー、なんか SS って10万点以上ぐらい取んないと SS にならないですもんね。それで何が聞きたいんだ。皆さんの旅のパートナーのことなんですけど。あら、リコさん、サヤパイさん、全員揃ってるなんて珍しいよね。リコが歌の国に行ってきたらしい。あ、そっかそっか。みんな、センスのかけら持ってるから、旅できるんだね。ああ、あそこはなかなか面白い国よね。サイパイ戦も行ったことがあるんですか。ええ、前に。旅にはいろんな出会いがあるから、いつか私にも会うかもしれないよね。過去の私か、もしくは未来の私かも。
過去のは、でもどうなんだろうね。会った後の未来の私に会ったらわかるんじゃない？なんだか旅の楽しみが増えた気がします。そう、これからも頑張ってね。はい。いや、聞きそびれちゃったじゃん。フィン。ハードモードが解放されました。パズル完成。いやー、そういうわけで7章まで終わってしまいましたね。8章はいつになるのかな。いや、7章のアップデートっていつだったっけ。半年ぐらい待ってきた気がするんですけどもね。ねえ、ちょっと後で調べておきましょう。さあ、トイレ戻ってまいりました。つか、半年ぐらい待ったっつったって、半年前じゃん、私始めたの。そんな待ってねえじゃん。そんな待ってねえじゃん、じゃあ。いや、私が始めたぐらいの時に追加されたんだっけかな。まあ、後でアップデート情報を見て、ね、確認しておきますけれども。そんな感じで、ね、戻ってまいりましたよ。さあ、先にセンシルクイズのね、答えを発表したいと思います。こちらの方はですね、2章2の4の、に登場の、ねえ、肉焼きお姉さんでした。いやー、本当にね、肉焼いてるってよくわかんなかったですけどもね。ねえ、ファッションとグルメは似てるのかな。というわけで、今回ここまでです。ねえ、じゃあ最後にですね、私のこちらのプロフィールになっておりますので、こちらに名前とマイコード載っておりますので、ね、YouTube で毎日選手やってるのあずかです。よかったら動画も見てみてね、ということで。ねえ、よかったらですね、フレンド登録してみてください。ねえ、しかしアイテム、あんま増えてなくね、私。ね、あんま増えてないね。いや、ショップのなんか買ってないアイテム買おうかな。なんか色が違うだけのアイテムっていっぱいあるんですけど、なんか色が違うやつだと、その、得意属性も変わってるっぽくてですね、なんか単なる色違いではなさそうなんですね。ねえ、買っといた方がいいのかな。そしてもうちょいで、レベル50っていうね。ねえ、いや、レベル50す、割とすぐな気もするけど。ね、そんな感じです。ね、というよりここまで今日も見てくれてありがとう。ねえ、よかったら次の動画もぜひ見てみてくださいね。それじゃあまた、次の動画で。